風呂峡と鏡山、塩釜神社三段峡とイもセ山、海全員和歌浦は和歌山県北部、和歌山市の南西部に位置する景勝地の総称、国指定の名称。住所表記での和歌浦は和歌浦と読むために地元住民は一体を指して和歌浦と呼ぶことが多い。競技では玉松島と片尾波を結ぶ指しと周辺一帯を指すのに対し、講義ではそれらに加え、 新和歌浦、彩花山を隔てた漁業集落の殿や彩花崎一帯を指す。名称は和歌の裏とも表記する。万葉集にも読まれた江西からの風光明媚なる地で、近世においても天の橋立てに被検する継承地とされた。近現代において東部は著しく地形が変わったため、王子の面影は見られないが2011年にようやく国の名称に指定され、また、 自然海岸を残す西部の最下木周辺は、瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されており、それぞれ保護されている。本校では、和歌山市和歌浦支所の管轄地域と、その前身である、海藻郡和歌浦町、道町の調整前の名称である、海府郡、海藻郡和歌村についても述べる。和歌浦はもともと和歌の浦と呼ばれていた。聖武天皇が行幸の折に、 お供をしていた山部赤人が万葉集巻録の919番下に弱保持園密録るハロカムビアシ変か指点多をなると泣き渡ると読んでいる。片尾波という地名はこの片尾波という句から生まれたとされる。また、俗に本記によれば一体は弱浜と呼ばれていたが、聖武天皇が日が差した景観の美しさから名校裏と改めたとも記載されている。 若浦には、名工商店街があるが、これは俗に本気の名工浦の故障にちなんでいるもので、ある。平安中期、高野山、熊野の山系が次第に盛んになると、その帰りに、若浦に来遊することが多くなった。中でも、玉津島は、歌枕の地として知られるようになり、玉津島神社は、栄華上達の神として知られるようになっている。また、 和歌の裏から和歌浦に改められたのもこの頃であり、由来には歌枕に関わる和歌をもじったとも言われる。歌川広重の描いた和歌浦当時、和歌浦で最も著名な継承は、田松島である。当時の田松島は会場に浮かぶ小島であった。そして、潮の看満デリクと続いたり離れたりする景観を、呈していたという。その神聖さから誕生より地比、助尊、 沖永たらし姫村らを勘定し、玉、津島神社が設けられた。また、玉津島の西側に発達した佐シは、片尾波も今よりずっと内側に入り込んでいたものと推測されており、赤人の区の通り、足などの水生植物が生い茂る湿地帯であった。この若浦は都に近いことも、相まって多くの文人、貴族らに愛されてきたが、とりわけ、聖武天皇は、この若浦を気に入り、 何度も強行している。また、この風地を維持するために、主子と呼ばれる監視役を配置させた。また、平安の頃には、後方年間に、心霊の感情を受けて、天魔宮が建設された。これは、菅原道真左線の際に、冬除けの際に、若浦に立ち寄ったことが縁となっている。江戸幕府が開府されると、若山は、 古三谷である、紀州徳川家の城下町として賑わうこととなった。その際に建てられたのが、紀州東照宮である、初代紀州藩主の徳川頼信は祭神二十夫である、東照大権現を誕生し、正式に東照宮から戦宮を行ったものである。その例祭、和歌祭は、今日に至るまで和歌浦を代表する祭礼として、脈々と伝わっている。また、和歌浦のシンボルにもなっている。 不老郷は、第十三代藩主、徳川義富の知性に、第十代藩主、徳川治武宝の命によって、東昇具御旅所の遺地区に際して建造された、石像の橋梁であり、肥後出身の石膏が建造に関わっている。また、この頃建てられたものとして、防海用の矢倉として親しまれる、寛海角などがある。1951年に発行された、 若浦観光地百選切って若浦は、多摩、津島神社、東照宮、天満宮の仙座する聖地など古跡名称地として知られていたが、1885年に療養地としての海水浴場が開業し、日清戦争以後は別荘地、行楽地の性格を増していった。1909年には、和歌山水力電機の路面電車が若浦まで開通し、観光客増加に一役買っている。 市電は1913年には若浦港まで延伸し、鉄道のない紀伊半島各所と水路で直結できるようになった。1910年には旅館防会廊が電友山エレベーターを開設し、翌年には夏目漱石が乗っている。その様子は小説、公人に描かれている。1917年に糸軍の資産家森田昌衛が 開発会社新和歌浦土地を設立し、和歌浦は天気を迎えた。兵衛は和歌浦港より西側の海岸線を買い占め、道路を開いて本格旅館を相次いでオープンさせた。兵衛の死後も新和歌浦のリゾート開発は継続され、1932年には年間100万人を誘致する観光地となった。その一方で、旧来の和歌浦は老舗旅館が相次いで、 廃業、一転し、片尾波と歌われた海岸は、工業用地として開発されるなど、行楽地としてのポジションは新若浦川に移ってしまった。また、若浦と旧城下町の中間にあたる旧西亀村エリアは1930年代に区画整理が行われ、繊維産業の重役や近接する高等商業専門学校の教員が邸宅を構える高級住宅地が形成された。 1950年に毎日新聞による新日本観光地百選の海岸の部にて1位を獲得するとその美しさが全国的に知られるようになり加えて縁結び信仰が強かった玉め津島神社の存在意義も相まって全国随一の新婚旅行スポットとなり観光客は一段と増加したさらにその後は瀬戸内海国立公園への編入も決定したことで 年間宿泊者350万人を数える一大観光地に成長した。高津小山にはソメイヨシノが植樹され、春先になる県卵と花を咲かせることから西の嵐山などと称された。他に新若浦ロープウェイの付設や若浦遊覧船の就航開始など、次々に観光開発が進行し、裏ブれた漁村であった一帯は大きな変化を遂げることになった。しかし、 過剰気味になった観光開発は後の若浦に大きな影を落とすことになる。1965年頃になると新婚旅行の人気スポットは宮崎など九州地方に生前してその影響を受けた若浦は宿泊客の減少が著しくなり宿泊施設数はピークの半分に減少した。そこで新たに従来の長期宿泊客向けの継承地より レジャーを中心とした近隣型の観光地への整備をはじめ天然の差しであった片尾波は侵食が進んでいたこともあって人工海岸に変えられるなどして地形的に大きな変貌を遂げた。これにより阪神地方などから海水浴客を確保することには成功したが従来の継承地としての上手が奪われ陳腐化が進み魅力に欠けるものとなってしまった。さらに 国内温泉ブームが衰退に拍車をかけた。和歌山県での宿泊客は温泉上緒を求めて白浜や勝浦などに出向いてしまい、それにより温泉資源のない和歌浦は一般客にも団体客にも敬遠され大幅に宿泊客が減少した。そこに追い打ちをかけるように1971年には旅館火災で16人もの死者を出してしまうが発生し、同年には 和歌山駅や市内中心部からの交通手段として利用されていた南海和歌山機動線が廃止。さらに著名な大型ホテルや著名旅館が経営に行き詰まって倒産するなど、暗い話題ばかりが和歌浦を包み込んでしまった。バブル期を迎えても、すでに観光地としての魅力を奪われていた和歌浦は、開発、投資の対象にもならず、そのまま放置されていたほどである。 さらにその間に長い間観光に貢献してきた若浦遊覧船も就航を廃止している。また、片尾上や浜の宮の海水浴場も整備資金を捻出できなかったため老朽化した施設が経営され海水浴客が減少していた。それでも一部のホテルや旅館が廃業を免れたのは地元住民にも会合などで気軽に利用してもらい、あるいは大阪から比較的近い地の利を活かし、 会議やコンベンション、あるいは学校の部活動の合宿などにおける利用を呼びかけ、少しでも宿泊客を確保しようとした地道な営業活動の成果とも言える。近年における最大の天気が人工島、和歌山マリーナシティの建設とテーマパーク、ポルトヨーロッパの開業である。特に1994年には地方博、世界リゾート博で、 多くの観光客が和歌山に訪れ苦境に立たされていた和歌浦の宿泊施設は連日稼働率が100%を超え大きく息を吹き返した。また、このポルトヨーロッパは歴史遺産以外の有力な観光資源に恵まれなかった和歌浦の宿泊施設にとって大きな助けとなった。さらに、翌1995年には大河ドラマ、八代将軍、 吉宗の大ヒットに伴い、連続して、和歌山市は、記録的な観光客入り数を記録することになる。これにより、和歌山市は、観光に重点を置くようになる。市内全体に観光案内板を再整備し、和歌山城や君井寺、木前宮、キーフード機能化など主要な観光地に駐車場を再整備するなど、環境を改善していった。その際、片尾波海水浴場は、 このリゾート博開催に合わせて、老朽化した設備を廃止して水洗トイレやシャワー室を整備した現代的な海水浴場に生まれ変わっており、後の海水浴場選定の契機を生んだ。もっとも、その後は、手探りの状態でもあり、長年観光で貢献してきた和歌遊園の閉鎖、新和歌浦ロープウェイの廃止、海天展望台の撤去が起こっている。 1999年の南紀熊野体験博に伴う熊野古道ブームは全国に数多存在する日本固有の文化、伝統に対する回帰現象を生んだとされ、年配者を中心に古寺、古社や遺跡の探訪がブームになった。そこで若浦も固有の資産である万葉の歌枕の地であるという伝統的な歴史価値を生かすべく万葉の地ということを 大々的に PR し、万葉館などの文化施設を建設し、遊歩道を整備するなどした。その一方で、阪神都市圏に近いという地の利を活かし、レジャー、レクリエーション拠点。その中で、若浦ジャズマラソンは、全国的に知られる、ビッグイベントとなり、寒山期の若浦を賑わせるものとして大きく、貢献している。近郊型のリゾートマンション建設が進んだのも、 この頃である、地や地域は観光地として盛り返すため、日頃から清掃、整備、開発に取り組んだ。その結果、2006年には環境省が定める海水浴場100選に片尾波海水浴場が特選として選定され、また波早ビーチも選定されている。事実、若浦はリゾート博開催以後、日帰り客の増加は目覚ましく、 半神大都市圏に近いながら、良好な自然環境が残されていることから、特に、ゴールデンウィークや夏休みの期間には、芋を洗うような賑わいが見られるようになった。一方、宿泊施設にとっては、依然厳しい状況が持続しているのも事実であり、今後は宿泊施設側のハード面、ソフト面双方の整備、日帰り客を引き止めるような観光地の開発、また固有の文化資産、 自然景観をどう生かすかなど、問題も山積している。若浦は、このように、昭和中期に流星を誇った反動で、多くの廃業ホテル、旅館を生み、状況は依然として厳しいが、12県の老舗旅館と、共にその風光明媚な廃墟跡地には、特別養護老人ホームの建設があり、唯一の温泉施設である若の浦温泉、万の経営存続や、地元釣具店、 や武進による観光遊覧船の復活、若祭りの開催など若者を中心とした活躍も目立ち始めるなど、復興の兆しが見えてきている。和歌山県教育委員会は2008年6月24日付で、和歌浦を県指定文化財に指定した。指定対象は、多摩、津島神社、天馬宮、東照宮の境内、芋瀬山と三段橋、不老橋など、 約10.2ヘクタールである。こうして、和歌浦の歴史的風地景観が保全されることとなった。2010年には、国の名称に指定された。和歌の浦を中心に活動するグループ、和歌祭保存会、芋瀬山五次検証会、和歌の浦、ホーラム、トンガの美自然クラブ、和歌山観光医療産業創造ネットワーク、桃源塾、和歌の浦真畑技能の会や和歌浦連合自治会、 他の裏連合自治会、埼香崎連合自治会など、地元自治会、また、和歌の裏観光協会、同旅館業組合などによって、和歌の裏道しるべの会が結成され活発な活動を行っている。各種団体は、和歌の裏の景観保全を中心課題に据え、か埼香崎より望む写真中央のさらちが、かつて和歌浦の中心に位置した廃業旅館跡地。 左手に高層マンションが建つなど復興の兆しが見えるが、右手の旅館が2009年現在休業中である。2009年2月、上記の廃業ホテル、旅館は手付け数のまま放置されていた。それゆえ、2002年頃に廃墟ブームが勃発すると、巨大な廃墟物件を抱えていた若浦は廃墟の聖地と揶揄されるまでになっていた。宇宙回転温泉と称する、 回転型の抑揚施設を設けていた廃業旅館や火災で大量の死者を出し、ボーリング場を併設して再起を図るも心霊現象が起こるなどの風評もあり、汚名を返上できず廃業した前日の寿司ーなどは、その巨大さと豪華さと荒れ具合ゆえに当時多くの話題を生んでいる。特に高度経済成長期に闇雲の建増しを行い、建物内部が 迷路のような構造となっていた廃業旅館はサバイバルゲーム愛好者や廃墟マニアにとって屈指の人気スポットであった。しかし、それにより不法侵入が絶えず、また心ない破壊活動、放火未遂などにより環境面や防犯面で周辺住民や一般宿泊者、関係者から苦情が絶えなかった。それに加え、廃業旅館は建増しによる耐震性の不備が指摘され、 その巨大さもあって、南海大地震が起これば崩落して周辺に多大な被害をもたらすことが予想された。そのため、2005年10月に、これらを含めた廃墟物件は軒並み撤去されることになり、一連の騒動は終止符を打った。ありがとうございます。